夜おすすめの焼き鳥パーティー、うん、おにぎりに握りましたよ。めっちゃうまそうじゃん。つくねから、ね、うわいいね、うん、おにぎりうまそう。最高だ、夜食だ。いいね、もつなぎも行く。花輪チャンネル、今食べるの。花輪さんに頼んだらこんなに来ちゃったんですけど。ちょっと頼みすぎだよね、ババね。ちょっと、ちょっと何、花輪さん、あー、来て出てた。ちょっと花輪さんさ、はい、これ何、今ウーバーで届いたんだけど。焼き鳥、焼き鳥、焼き鳥で。いや、焼き鳥で分かって、これちょっと見て。夜食にこんなの。え、何、こんなすごい来てるの。これ何、何でこんな来てるの。これめっちゃあるよ、マジやばいよ。え、何でこんな来てるの。これでしょ、これでしょ。え、ショック待って、これすごい、なんでこんな人やろ。これも、ちょっと待って、これこっちもいっぱい。間違えてんだよ。これ豚バラ、豚バラ、豚バラ、ん、豚バラ、豚バラ。分かった、これあれだ。え、2本、2本が1だった。え、え、2本セットで1、これ1本だと、1本だと、つなぎも1本だと思って、うんうんうん、5を押したのよ。ああ、そういうこと。2本だったら全部10本で全部10本ずつは来てるかもしれない。あー、10本ずつ、なるほど。でも食べよ、明日も食べれんじゃん。ちょっといいですか、ここ数日焼き鳥になりますけど、ね、1週間ぐらい焼き鳥になりますけど大丈夫ですか。うん、大丈夫だよ。大丈夫ですか。あとりゅうちゃんもね、明日の朝食べさせる。まあ食べましょうか、じゃあ、うん、焼き鳥パーティーです、はい、夜おすすめの焼き鳥パーティー、うん、勝利は何、まだ起きてる。勝利上でまだちょっと、まあ、うん、何かやってる。勝利ちょっと呼んどこうかな。いい、うん、勝利、うん、付き合わせんの。勝利呼んでくる、はい。花輪チャンネル、さあ、勝利君登場です。ちょ、見てください、これ、うん、どうですか。これやばいな。今ですね、ばあばとママがおにぎりを作ってくれてますね。今ちょっとお腹の具合どんな感じですか。めっちゃ甘えてる。いただきましょう。じゃあちょっと私ビールで、勝利君水で乾杯です。乾杯。すいません、ちょっとママ、ばあば、いただきます。すいません、いただきます。勝利は何が好きですか、焼き鳥は。つなぎもと、つなぎも頼んだよ。つなぎも、つなぎも、はい、ハツ、ハツ、つくね、あります。あー、いいね。ママ食べたかったでしょ、焼き鳥。食べたかったもん、うん、私が食べたいって言ったもんね。そうそうそう、晩酌にね。そう、ママが晩酌に焼き鳥食べたいねっていう話を今日さっきしたんで、ウーバー頼んだらこんなことになっちゃいました。ちょっとだからこれ再度このホットプレートで焼きながら食べようというね、そういうことになってますけども、ゆうちゃんまだ帰ってきてないの。もしかしたら帰ってくるかもしれない。可能性もあるね。はい、ゆうちゃんファンの皆様、もしかしたら途中でゆうちゃん帰ってくる可能性もなきにしもという感じでございまして、勝利お腹空いてんのか。そうだよな、よかった。もしかしたらこれ全部いっちゃう今日。いけないね。無理だよそれ。それは無理だな。うわ、おにぎり美味しそうだな。おにぎり美味しそう。うわ、美味しそうだ。ちょっとお待ちくださいね。うわ、うわ、めちゃくちゃうまそうだ。え、腹減った。うわ、めっちゃうまそう。めっちゃうまそうじゃん。よっしゃ、イエーイ。何この量、マジやばいんだけど。うわ、すごい。見た、これが焼き鳥だらけ。俺だって晩酌の量じゃないよ、パーティーだよ。すごいわ。焼き鳥パーティーですね、今日、バーバ。うん、パーティーです。バーバ、ちょっと何飲みますか。バーバはテキーラ、テキーラ。私ね、ロック。ロック、かっこいいですね。ママもビールでね。ビール、
これね、マミちゃんから誕生日プレゼントにもらったパジャマ。これね、かわいいよね。これ元気の奥様、マミちゃんからママがもらったんだよね。そう、また婚約する前にね。そう、優しいんだよ、マミちゃんはさ。バーバーウイスキー飲みます？祝いでね。祝いじゃん。はい。そうだよね。この間優勝したお祝いも兼ねてきたんですけど、いただきましょう。あ、祝いを、それでは。おにぎりね。はい、どうぞ、バーバー。バーバー、ロックでいくの？すごいね。どうぞ、入れますよ。いいですか？では、すっごい入れてますよ。うん、そんな。ロックで。では、はい、じゃあ乾杯しましょう。はい、どうも。乾杯。遅めの遅めの夜食焼き鳥パーティー。はい。いただきます。いただきます。よし、じゃあ勝利君じゃない。あ、つくねから。つくねからね。私何しようかな。ね。うわー、いいね。うわ。おにぎりうまそう。これ何か。はい、どうぞ。まあ、楽しいね、やってるパーティー。楽しいね、こんないっぱいあってね、うんうん、絶対なくならないもんね、いくら食べても。そうそう、なくならない。ネギマー、はい、ネギマー。じゃあ俺は焼き鳥と言いながら豚バラからいきましょう。いただきます。うまっ。おっぱ、うん、おにぎり、ね、いただきます。うまっ。やばっ。おいしいっすか？めっちゃおいしい。うん、おにぎりやば、おにぎりやば。うん、おいしい。焼くてもおいしく、2倍のロックもおいしい。うん、うん、甘いかな。甘い、甘い。最高だ、お得だ。いいね。本当だよね、焼き鳥食べたかったんだよね。うん、だから私夜ご飯食べてないの。ああ、これ食べてたの。そっか、そういいよ、全部食べて。でもこれ温めるのいいね。うんね、うん、うん、これレバーやね、バーバーの好きなレバー。バーバーレバー好きですか？うん、バーバーレバー大好き。これ初です。うん、超人大好きなハツ。初。うまい。砂肝も好きだから。おにぎり肉目いきます。うん。肉目。肉目いいね。焼き鳥っていいよね。うん。ネギも美味しいね。ネギも美味しいね。ね、うん。あ、そう。でかいよね。普通のでかいネギマジ。レバーがこれだ、ネギマがこれだもん。ほら、すごい、ここのネギマ。ネギ美味しいね。柔らかいね。美味しい。うまい。あ、いいです。美味しい。久々食べた焼き鳥。うん、この間ね、勝利の三者メンバー。え、どうだった？なんて言われた？授業もまとめて。ほんと？うん、みんなと仲良くしてんだって。うん、何も問題ありませんって。マジで？うん。偉いね。柔道も頑張ってないな、これで。塾も行ってるしね。塾も行ってるね。偉いよ。何や、それで。もうすぐ試合だ。うん、なんかでも、コロナの時で試合なかったからね。戻ってきた感じするよね。本当戻ってきたね、もう。うん、ノーマスクの人もついてね。うん、うん、もう12月ですよ、バーバ。早いね。ね。バーバ75。そうだね。何年もどこ。うん。早いわ。本当っすね。この間さ、これちゃったんだよね。だよね。うん、生まれ誕生日だったのにね。私もそうだ、この間なんかここで誕生日とお祝いしてもらったの。私も3月で誕生日で、うん、18ですね。元気がもうすぐ誕生日。まあね、23だね、元気が。23だよ。何元気、元気26だよ。どうすんの？12月26ですよね、元気ね。あ、違う違う、年齢。
だから26点と思って、年齢が26点だったら、頭くるったのかなと思った。誕生日の日にちね。勝利が今10? 3。大きいよね、勝利も。もうママより全然大きいもんね。全然大きい。こんなになってる。俺を超えるかな。リベンジした、この結構伸びたね、こっちに来て結構ギューンって伸びたね、20cm くらい伸びたかな、マジで、うん、2年ああ、じゃあ1年、そっか、10cm ずつね、でも意外と全然減ってない、うん、減ってないと思うそんなに、うん、あ、でもどうだろう、ゆうちゃんが明日食べるでしょ、朝、うん、意外といけそうじゃない、うん、明日いっぱいなくなるわ、うん、ね、いくらなくなる、焼き鳥丼ぶりとか出るか、豚バラで焼き鳥丼しようか、豚丼、あ、いいね、豚丼いいじゃん、豚丼、あ、いいね、いいね、これで豚丼、ね、こんないっぱい残ってる、じゃ豚でいきますかね、はい、明日の朝ごはんね、うん、朝から全然いきます朝から全然食べれるからマジ全然大事なんだよね、朝からすっごいの食べても強いよね、カナは、うん、この間、胃の検査したんですよ、この間、うん、胃カメラでやったんですよ、うん、全然大丈夫でした、うん、どれどれどれ初初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 勝利めんどくさがりじゃない、勝利多分そんなめんどくさがりじゃない、元気だね、元気めんどくさがり、リュウはリュウもちょっと元気よりもないぐらいめんどくさがり、勝利はね意外とあめんどくさがりじゃないね、で決めたこと絶対やる、うん、自分がこうやるって言ったと口に出したことは絶対実行する、だから塾も自分でやるって言ってちゃんと真面目に努力した方がいい、勝利って医師だったんじゃないもん、先生、そうだよ、そうだよ、うん、なんか、うん、あ、帰ってきた、うん、帰ってきた、帰ってきた、おかえり、花はチャンネル、はい、じゃあこっちもあれ、本当今言ったばっかりだから、あれ、熱あつもにけて大丈夫、うん、うちの子とガツガツとスナギ、スナギも好きだ、焼き鳥、うまっ、うまいね、スナギも好きますか、じゃあスナギも好き、うまっ、勝利はなんか食べる、もうあと1回食べる、疲れ、俺何食べたの、4つ食べた、いいね、そうだよな、今減ってんだから、ざっくり、歯磨きして、あんまり寝めえだろうね、うん、歯磨きして寝なさい、一滴だもん、歯磨きして、ゆう寝て、はい、いらっしゃい、お疲れ様です、うん、はい、おやすみ、はい、花はチャンネル、夜食のつもりがいっぱい詰まっちゃったね、普通に主役取りになるかもしれない、はい、焼き鳥好きでしょ、うん、まあ、明日のさ、焼き鳥食べていくな、うん、ね、焼き鳥大好きだから、うん、焼き鳥パーティーよりもパーティーだね、焼き鳥ってなかなか家で作れないからね、いや、そう、作れないから、何回か作ったことあるけど超めんどくさい、腰にさ、刺してさ、うん、いいよね、たまには、うん、焼き鳥は聞けたわ、いやー、聞きますよ、それは、それは結構、2杯目やろ、1杯目いやいやもういいじゃん、うまいね、今日は一応カラオケだけど、うん、次なんかコラージュっていうか、カラオケの中で、うん、コラージュ、うん、なんかクリハにしてる、うん、あ、オレンジさん、何やってんだ、メレンゲうまっ、メレンゲうまい、いただきます、うん、甘い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 、甘
焼きたてだからうまい。うまいよね。ここで焼いてるからうまい。食べるよね、今。意外と減ってきたな。意外と減ってきたね。意外と。めちゃくちゃね、やば。これで勝利いつの間にこんな食ったらあいつすげえそれ腹パンになるわ。いやーですね、まあ、それはロックで酔いますよ。強くね。40%だって。酔うわ。うん、ローモーってなってる。今ほどよ。バツバツ。ボツボツって。何言うからなと思ってる。チビチビは入れられた。ビビね、家で昔から飲んでたバーは。飲んでない飲んでない。家では飲まない。うん、外で飲んでた。友達集まってね。うん。ボツボツ。お姉ちゃんの小2ぐらいから飲んでる。早くないでしょ。年かかるわよ。うちの子人数強いんだよね。そうね。うん、お姉ちゃんもビール大好きだもんね。うん、お父さんもそうでしょ。お父さんもビール、うん、ビールしか飲まない。ね。同じですよね。岩井さんね、岩井さんね、うん、岩井さんね、うん、岩井ジョニオくんですか。岩井ジョニオ。はい、さあということで今日はですね、ちょっと軽く晩酌しながら焼き鳥をママと食べようと思ってたんですけども、みんな勢ぞろいで大量に間違えて飲んでしまったということもあって、よかったね、みんな来てくれてね。まあまあね、うん、でも美味しかった。最高です。ありがとうございます。すみません、りゅうちゃんもありがとうございます。はい。ママもありがとうございました。はい。ということで、また少しの飲みますけども。はい、ごちそうさまでした。おー。緊急告知。花は CD デビュー20周年単独ライブ。佐賀県より愛を込めて開催決定。なんと今回は佐賀と東京の2カ所で開催いたします。佐賀公演は2024年1月21日日曜日、佐賀市文化会館中ホールにて会場15時、開演16時となっております。そして東京公演は2024年1月26日金曜日、ゼップ新宿にて開催いたします。会場は17時半、開演は18時半となっております。入場料はこのようにやっております。プレミアムシート、いろんな特典がありますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ゼップ新宿は、さらにスタンディングエリアもあります。ぜひとも皆様、お越しいただければ嬉しいです。詳細は概要欄をご確認ください。来年の始まりは、花輪ロックで最高の年に咲き誇っていきましょう。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも押して